おはようございます。いやー、いかにも今にも雨が降りそうなんで慌てて出てきました。向こう南側の空は真っ暗です。ねえ、みーちゃん、今日は温度もそんな上がんないっつうけど、雨で上がんないだけみたいなんで、早めにお散歩、大雨が来るよっていう速報来てたんで、その前に行きたいと思います。草はダメだよ。とりあえず引っ張られるままに親水公園来たんですけれども、この辺だと匂い嗅いでばっかりでね、あんまり歩かないんでね。夕方から仕事なんで、その頃お散歩連れていけるかどうか分かんないもんですから、早めに来ました。ね、雨降られないうちに帰りたいね。ちょっとポツポツ来てるけどね。雷が結構鳴ってます。いや、空の色がやばいね。この辺だけ黒いっちゃ黒いんだけど、西側の空はまあその先は明るいかなって感じですね。確かね、ここ6時半ぐらいからみんなラジオ体操やられるんで、少しずつ集まってきてるようでございます。おやつ、はい、じゃあおやつ食べよう。雨降ったらそれどこじゃなくなっちゃうもんね。よいしょ。今日はちゃんと傘も持ってきてますよ。はい、どうぞ。まだご飯残ってたね、お家でね。早い早い。ちょっと待ってよ、傘置いてっちゃうとね、大変だから。よいしょ、行こう。もう引っ張ります。いやー、危なかったです。めちゃくちゃ降ってきちゃいました。すごい雨になっちゃいました。危機一髪でした。よかったよかった。ちょっと濡れた程度で済みました。今和子さんロピアにお買い物に行きました。なんかね、奈良っぽの駐車場がすごい列になってんだよね。何なんだろうね。だけどあそこ見たら閉鎖閉じるになってたんだけど、なんかトラブルあったのかな。みみちゃんは今日はまたなんかお腹痛い時のポーズしてるんで調子よくないかもしれません。発見器が壊れちゃったみたいですね。ただいま出勤途中でございます。ほぼ3時半、15時30分です。気温が27度。昨日と10度違いますね。でもかといって涼しいとかそういうわけじゃなくてね、湿気がすごいんでやっぱ暑いですよ。ちょっと外歩っただけで汗かいちゃいます。太ってる人間にとってはね、やっぱり湿気っていうのはすごいですよね。多分今回の動画からですね、右上に還暦からのビデオブログというロゴが15秒ごとにぐるぐるって回って消えていくっていうのがねできていると思います。アフターエフェクトの第1の作品でございます。こういうのとかね、あとは今オープニングをどうしようかなという感じで作ってます。今利用してるのはね、アタゴさんって方が作ってくれたのを
アレンジして使ってるんですけれども、こういう感じのを一から作ろうと思って今いろいろな勉強しております。そういう仕事でも取れればなと思ってるんですが、いかがなもんでございましょうか。あとエンディングのピコピコお姉さん動いてるんですけれども、ああいう感じのももうちょっと凝ったのをね、そのうちできるようになればなと思っております。はい、乞うご期待です。詳しい方いたらいろいろと教えていただければと思います。今のところね、何をどう聞いたらいいかもわからない状態なんで、まあ、とりあえず第一作目できたということで喜んでます。はい、無事滞りなくお仕事終了いたしました。明日はちょっと早いですね。14時、始まりが14時台で終わりが22時10分とか、ちょっと残業のつくダイヤだったなと思います。いや、それにしても今日はすごい雨に降られて、ちょうど出庫する時だったんでね、びっちゃびちゃになっちゃいました。この間欠ワイパーはスピード連動なんですね。止まってた時は結構間隔空いてたけど、走り出したらすぐ間隔が短いですね、ワイパーの。もうちょっとゆっくりにしたいんだけど全然調節がないんだよね。いろんなのがオートになってて、さっきも勝手にハイビームになってるし、それはハイビーム勝手にならないやつできたんですけれどもね。救急車だ。ここ曲がってこないよね。大丈夫だな、行っちゃったな。なんだっけ、そうそう、ハイビーム、オートハイビームっていうのに、ちょっと説明書を読まなきゃいけないなと、そういえば前に思ったんだけど読んでないです。ちょっとね、ハイビームに関してはオートなのがどうなのかなと、結構正面から来る人に迷惑かけちゃうんじゃないかなと思ってね、切りましたということです。 GoPro の夜間性能はどうなんでしょう。だいぶ使ってなかったと思うんですけどね、夜の撮影っていうのは。まあ、ちょっとテストということで使わせていただきたいと思います。はい、無事に仕事終了しました。間もなく、今日中には帰れないかな、明日になっちゃいますが。はい、そうだ、ミミちゃんなんですけれども、やっぱお腹の調子悪いのか、ずっと前足をギュッて伸ばしてお尻をピヨーンって後ろに上げる、あのポーズうちでも結構してましてね。前にお医者さんに聞いた時は、それはお腹の調子悪いんだよ、お腹だったよな確か、調子悪いっていうのを聞いたんですけれども、ビオフェルミンをいつも2錠ずつ飲んでるんですが、昨日は、昨日じゃない、今日は昼間も2錠飲ましてみたんですけれどもね。さて、調子良くなってるといいんだけどね。ということで帰ります。また明日もよろしくお願いします。ではおやすみなさい。